したいと思います。よし、アイボキ適当でしょ、絶対今日暖かいね。ゆき、この中入りたいの？てかも入りたいの？いや、私はすごい、なにこれ、え、なになになに、あ、キルキル、え、おはようございます。あ、あっちに肩丸出して寝てる人がいる。ほっぺたブニってなってますけど笑ってるじゃん雲で隠れている人とおでこしか見えない人がいる。おはようございますおはようございますほら、今日はお休みで出かけるから早く起きて支度してください。はい、起きろー。あー怪獣勇気に。マサヤは今から何するんですか？あ、今からちょっとお化粧したいと思います。まだね、机もないから毎回こうやって出して。よし、アイボキ。今この状態で化粧をしています。はい、わ、ボサボサ髪が。やり直したら？うん。メイク棚はちょっと今はどちらかってる、どちらかってるんですけど、これが筆入れです。わかんないんだよね、こんな感じ。適当でしょ、絶対やってるよ、ちゃんと。あ、色めっちゃついた。赤ラインを入れるそうです。はいなんか口がカピカピで馴染まないリップクリーム塗ってからやったらいいんじゃないの？あ、うんやばいよ。お、レイカは今はまだね、何も置けてないから、ここにアクセサリーボックスを入れてセットしてるんでしょ？そう、まだまだね、段ボールが開けられてないからね。そう、あの今ベッドがあるから2人の方に置いてあるだけ、ね、ベッドはちなみにもうちょっとで届きますよ。あー楽しみ、まだ分かってないの私たちお、こっちもまだまだぐちゃぐちゃですけど、イヤリングこれ棚の位置さ変えたら、あー変えようかなその状態で探してんの開かないから、鏡見れないじゃん。手探りでイヤリングをしています。このイヤリングは、ね、桜の花びらのイヤリング。あ、これね、なんか手作りで使ったんだよね。うん、めっちゃお気に入り。ネックレスはお母さんがあげたやつだね。うん、よし、これでオッケー。ゆきくん、おはよう。おはよう。おはようゆきは今日はもう着替えてお支度準備万端です。怪獣見る？怪獣見るの？お父さんはなんかくつろいでますけどあの机の引き取り手を今探してます見てみた今ね、怪獣だよ、騒がししてるけど、いろいろ手放さないといけないからね。ということでね、東京まで行きましたよ。今日は東京ミッドタウンに来ました。さあ、何しに来たかはまだ知らないでしょ。そう、何すんの、ね、なんだろうね、きっとね、みんなに喜ぶと思うよ。え、なんだろうでは、ついてからの楽しみです。今日は暖かいね、いい天気ですよえ、ゆきもあっち行きたい？うん、あっち遊び行きたいね。滝みたいの見たいの？うん、ゆきの好きな水じゃないですかゆき、こう水あった？ゆきね、この中入りたいんだろ。ゆき、この中入りたいの？無で見てるゆきの屋根が入っちゃった。ゆき、こう水入りたいの？泳げないよ、まだ今入ったら風邪ひいちゃうよ。寒いよ。ペカも入りたいの？いや、私はおお、綺麗だね。いいね、今日いい天気でよかったじゃん。気持ちいい天気だね。ということでね、とある場所に来ました。ちょっと音が聞こえてくるけど、ね、なんか聞こえてくる。早速行ってみよっか。うん、行こう行こう。ええ、なにこれ、なにこれ、すごい、なにこれ、え、なになになに、え、なにこれ、え、これなに、ゲーム、アイフリーとかだよね。かわいい。なに、え、これなに、え、これやるの、え、これなに、これなに。ということで、今日は
秘密のアイプリをやりに来ました。チノがポカーンってしてる。秘密のアイプリって何？4月からテレビアニメ秘密のアイプリがねスタートするんだけど。え、そうなんだ。そう、この秘密のアイプリの世界観に入って、うん、ゲームを楽しめるカードゲームを今日はやりに来ました。イエーイ、早くやりたい、早くやりたい。みんなこういうカードゲームね大好きだからね、うん、よくやって。それじゃあ早速やりたいと思います。ここにぬいぐるみ置いてあるよ。かわいい。あ、かわいいね。ほれ、お化粧の道具みたいなの置いてあるよね。かわいいね。見て見て、じゃあ、もうカードあるの？早速カード、これを使ってやるよ。やったー。ひまりちゃんとね、みつきちゃんって言って、ゆきくん、あ、ゆきくん青がいいな。いや、まずはね、さわやかな初プレイやってみたいと思います。どんな感じなんだろうね。え、かわいいね。なにこれ、すごい。なんかカードが飛び出してる。すごい。え、見て見て、新しいな。え、かわいいね。ね、洋服が変わってる。ひまりちゃんだ。うん。ライブの準備をしよう。お、ライブ準備だって。アイプリカード。アイプリカード。パネルに置くんだって。あ、すごい、出てきた。あ、かわいい。え、すごい。ねえ。あ、すごい、ネイル塗ってるよ。かわいい。今日のコーデはトッピング。わぁ、洋服が変わった。いいね。ライブスタートだ。審査員、審査員ね。キューパーを動かす。面白いね。あ、なるほどね。あ、なるほどね。面白い。すごいね。楽しい。あ、間違えた。動かして遊ぶんだ。え、これ面白い。すごい。なんかこういうの初めて。すごい、洋服買った。みんな夢中すぎて。早くやりたい。おー、すごい、リボンが立った。おー、いい感じ、いい感じ。お、運命のジャッジタイム。ジャッジタイム。さあ、ジャッジは？あ、星10。星10。やった、合格だ。まず合格だって。見て見て、カード出たよ。じゃーん。お、あ、ひまりちゃんだ。かわいい。ね、B だから。かわいい。そういえばね、さっきのまず合格って、かなりね、レアなんだってよ。え、そうなの？え、じゃあさっきのライブよかったんだ。最初から。で、やったね。イエーイ。じゃあ次は、シナのチャレンジでーす。え、楽しみ。ゲームがね、うまくいくとバズリウムチェンジするんだって。あ、そうなんだね。え、じゃあシノも頑張る。ね、頑張ってね。うん。はい。お、違うやつだ。あ、キラキラ。ラブリーアイドルブルーだって。カードによって曲が違うんだって。ミツキちゃん、一人のライブだよ。ここでチェンジザライダー、いっこー。あ、どういうやつ、なんかネイル、あ、ネイルが多い。青くなった。あ、かわいい。さっきピンクだったよね。ミラクルムーン、衣装のデザインをみんなの視線は釘付けよ。心開いてライブスタート。ゆー、私ね、今日は旅に、あ、これが、あ、超チェッキーだ。パーフェクト。お、ヤギリムチェッキー。あ、ミリムチェッキーだ。スターゲット。キラキラステージ。服がすべて違うの。ダンスするみたいで楽しい。運命のジャッジタイム。これはマジか。でも大合格。大合格。やったね。やったじゃん。パラダイス学園制服1年。星2つだね。あ、ほんとだ。あれ、これさ、星3、4が1,2,3,4,5個もある。お、星4もあるんだね。星4のカードすごそうだよ。めっちゃキラキラ。じゃあ次は、映画の番でーす。はーい。え、え、
めっちゃ綺麗。わすごい、ひまりちゃんの星4のキラキラが出ました。はい、すごいね。かわいい星4のカードね、きらめきマックスだよ。すごい、きらめきマックス、いいのが欲しい。私ちょっとこれ使ってみる。そうだね。おお、星4。おお、キラキラ。え、これ面白いね。ハート、ハート、ハート、いいね、ハート、お揃いだ。みつきちゃんとお揃いだった。可愛いね。うん、で次はしのの番なんだけど。うん、じゃーん。アイプリブレスを使うとデータ保存もできて、うん、なんとバズリームチェンジもねしやすくなるんだって。すごい。使ってみる。うん、じゃーん。このみつきちゃんの星4のキラキラクラゲブルー持ってるんで貸してあげます。やったダブルキラキラだね。キラ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 なんだなんだ、あ、キラキラ出た、すごい、あ、でもちょっと違う、でもこれ出てないやつだ。お、見せて見せて、これひまりちゃんのウェルカムチェリー星4だって。おお。衣装すごい、クラゲ衣装なの？もうすーなんかドキドキしちゃうね。運命のジャックタイム。もう厳しいだったから。厳しい厳しい厳しい。あ、でも合格しました。よかった。プリバースミラクルムーンオレンジ。次はね、レイカです。はい、さあレイカは何のカードかな。私はこれ、シノが出たやつにしてるね。このキラキラ、そう、これ可愛いよね。ウェルカムチェリー可愛いね。うん、おー、すごい、あ、可愛い可愛い。はー、シノさんからもついてるな。チェリーだもんね、ショーね。あ、ほんとだ。うわ、かっこよしい。お、キラキラになった。あ、ほんと。お、バズリームチェリーだ。何のカードなのかな。あ、あ、え、星4のキューティーラビットだって。欲しい。C の欲しくなっちゃった。もう全部欲しい。4枚出ちゃった。猫が楽しいよね。ということで今日はゲーム秘密のエプリをね、みんなでやってみました。はい。どうだった？いろいろな歌もあって、あとキラキラも出るともっと楽しくなるからね。あれ、なんか楽しかった。楽しかった。うん、可愛いカードがいっぱいあるからさ、もっと集めたくなるね。ねえ、カードを動かして遊ぶのがすごい楽しかったです。ねえ、今までにない感じのゲームだったね。うん、もうとにかくこのキラキラを集めたい。ぜひね、皆さんも秘密のアイプリをやってキラキラのカードゲットしてみてください。してみてね。秘密のアイプリの公式 YouTube チャンネルアイプリチューブもね、あるのでぜひチェックしてみてください。してみてね。最後まで見てくれてありがとう。グッドボタン、チャンネル登録、通知ボタン押してね。また見て。